浜名湖のピットです。この時間は3つ目の準優勝戦第12レースのピットリポートをお伝えします。徳松さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。このカードからは3選手の情報をお伝えします。まずはどの選手でしょうか。はい、4号艇の平高奈々選手です。はい、3号艇ですね。3号艇ですね。はい、はい、伸びよりも出足型、回り足がいいので展開はつけるそうです。はい、スタートの足が良くなくて届いていないということですね。はい、スタートしてからも伸びられる傾向にあって、でも気温のせいか後半の方がそこの足は若干いいですよって言ってましたので、はい、スタート決まりそうですよね。そうですね。平高選手、前半レースはインコースから逃げでの一着でしたよね。そうですね。全体的にちょっと早めになっちゃってますもんね。はい、スタートタイミングはコンマ3例でした。代わってはどの選手でしょうか。はい、5号艇の橋矢田香織選手、足合わせは普通ぐらい、乗りやすく今までゴワゴワ乗っていたんですけれども、今余裕を持って回れる、引き波の中をくるくる回る足はすごくいいですよね。はい、出足がいいから隙をつくレースができる、まあ、スタートはマイペースで頑張る、そう言ってました。はい、橋矢田選手、ここまで1着はないんですが、今節道中追い上げも見せているんですよね。そうですね、みんな追い上げですね。橋矢田選手、前半レースはインコースからの2着でした。はい、そして最後は5号艇橋、6号艇佐田の久江選手のインタビューをご覧ください。完調というまでにどのくらいですか。今7割ぐらいですかね。はい、サダン選手の、特徴が全く今のところ見られないんですけれども、今度は6号艇ですよね。はい、サダッシュ、ちょっと悩んでます。コース取りに行こうか、ダッシュで6コースから行こうか悩んでます。ダッシュで伸びはどうですか。伸びはそんなには伸びていく、いつものような伸びはないですね。混戦をすり抜けてくる足はどうです。そこもちょっと今節は威張れない感じです。はい、ではこの6号艇でサダッシュが見れますように、スタートは。はい、スタートはなんとか、地元なので行きたいと思います。はい、ではファンの皆様に、にこやかにメッセージお願いします。はい、18番目なのでこの月を生かして頑張ります。応援してください。インタビューをご覧いただきました。インタビューの中でもありましたが、佐田野さんらしさというのは、はい、徳松さんから見てどんな感じなんでしょうか。はい、佐田野選手の、ね、ダッシュからの伸びっていうのは、はい、いつも、ね、すごいんですよ。佐ダッシュとまで言われていて驚異的なんですね。はいはい、そしてあのターンですが、もう本当に人の隙をつくターンで、2着3着粘りのレースが多いんです。でそういったところが見えてくると、やっぱり佐田野らしく、佐田野選手らしく仕上がっているなって思いますね。はい、今節はそのあたりが、そうですね、もう一つですね、引き波のところなんかちょっとこうスムーズさが足りないですよね。はい、佐田野選手、今日はまた自身のバースデーということで。そうなんですね、今日は富士山の日、2月23日ですね。はい、で佐田野選手の粘りの2着3着拾いレースらしく2、はい、2、3と筋通りサダッシュ見せてほしいです。はい、そのあたりかけてるんですよね。そうです。はい、佐藤選手の走りに注目です。それではこのレースのポイントですが、いかがでしょうか。はい、あ、ここはやっぱり長井選手、はい、不動ですよね。もうスタートももうエンジンも完璧ですよね。はい、ここまで唯一オール3連隊としてますもんね。今節は、はい、はい、しっかり逃げると思いますよ。はい、人気を背負っての登場となっています。はい、そしてその対抗としてはどうでしょうか。はい、五反田選手の差しなんですけれども、五反田選手、はい、2コースからのああいう落として回る差しっていうのが得意でないのかもしれないですね。はい、ちょっと差し流れてるシーンが何度か見れられてます。そうすると平高選手の、まあ、再打ち出しですね。はい、ということで内枠の3選手を挙げていただきました。はい、最後の準優勝戦第12レース、どうぞご期待ください。以上、この時間は第12レースのピットリポートでした。